タコわさびタコわさびはタコを用いた日本の食品の一つでいいタコなどのタコを生のままわさび、酒、塩麹、調味料などと共にあえて塩辛にしたもの。略してタ、コワサとも言う。1991年に業務用食品会社であるアズマフーズの日本工場で失敗をした社員への罰ゲームとして作られたわさび入り、タコ料理が意外に美味であったことから、 同社の新商品として開発開始。翌1992年の新商品展示会で外食チェーンストアのモンテローザの大神、アキラ博社長の目に留まり、1993年にモンテローザ海への居酒屋である白木屋で正式メニューとして登場。さらに1990年代の日本国内の居酒屋ブームに乗り、日本全国の居酒屋に広まることとなった。 歯ごたえあるタコの食感に加え、わさびの辛味と豊かな風味の調和が特徴。酒の魚として最適とも言われる食品であり、枝豆と並ぶ居酒屋の定番メニューとも言われる。解凍してすぐ食べられる冷凍食品もあるため、居酒屋のお通しとしても愛用されている。栄養面においては、タンパク質が多く、カロリーも高くないため、肝臓の働きを活発にし、 胃を保護して、エタノールの吸収を穏やかにするとして、酒の友に適しているとの意見もある。2000年の居酒屋人気メニューのアンケートで、第1位、2012年の情報番組、ZIP での、女子が好きな、おじさん系おつまみランキングでも第1位を獲得。同年に、バラエティ番組、もしもの、シミュレーションバラエティをお試し化。で紹介されたシルキアの人気メニューベスト10では、 第3位、2015年のグーランキング、日本酒にぴったりなつまみランキングでは、第2位に選ばれている。タコわさびに海苔を添えたもの日本国外でも、アジアをはじめとする海外市場に定着しており、アメリカでの居酒屋やラーメンのブームに伴い、レストランのメニューにも加わり始めている。アメリカ人にとっては、不思議な食べ物ながら、一度食べると、やみつきになるとの声もある。 日本のタコわさびと違う点として、制御の苦手な人々の多い北、アメリカ向けに、生のタコではなく、茹でたタコを用いたタコわさびも、前日のアズマフーズで開発されている。また、欧米での食文化を考慮し、カナダのバンクーバーにある日本食レストランでは、タコわさびの小鉢に海苔を添え、タコわさびを海苔で包むことで、ナチョスのようなスナック感覚で食べられる、よく風することで好評を博し、 この食べ方は他店にも普及して人気となっている。ありがとうございます。